両手と足を揃えてうつ伏せになります。胴体の横に手をつきます。膝を曲げ、つま先を体に近づけます。まず深く息を吸います。背中を反り、右手で両足をつかみます。左手で体を支えましょう。左手を離し、お腹で体を支えながら左手で左足、右手で右足をつかみます。手と足を伸ばします。深く呼吸をしましょう。心臓の弱い方、高血圧の方、腰痛、ヘルニアをお持ちの方はこのヨガをお控えください。またこのヨガは副腎および交感神経を刺激するため、就寝前はお控えください。ゆっくりと元のうつ伏せ状態に戻ります。そして通常通り呼吸します。息を吐きながらうつ伏せ状態に戻りましょう。通常このダヌラアーサナはブージャンガアーサナやシャラバアーサナの後に行われます。またその際、他の背をかがめる動作を含むヨガと組み合わせて行いましょう。